皆様、お初にお目にかかります。これなるはポルカ。さしたる得意はございませんが、昔々のおとぎ話の類には通ずると、いささか自負しております。さて、イアルと呼ばれるこの地にも、古より伝わるおとぎ話が数多くございます。遥かなる昔、イアルは多くの強大なる神々が住まうまことに栄えた地でございました。やがて起こりましたのが神々の戦い。大地を割り、天空を乱し、海原を汚す。深く傷ついたイアルが再び命を育むまでには多くの時を要してございます。そして地上に現れた新たな命には異形の者たちが含まれていたのでございます。さて、先の戦いに敗れた神々は邪悪の烙印を押され、時の彼方に追いやられたのでございます。邪神とされし彼らが封じられたそこは、音がなく光も届かず、微塵の安寧も得られぬところでございました。彼らは悲しみを抱えながらも復讐心をたぎらせ続けたと伝えられてございます。ところで皆様は、近年世界を騒がせるエニグマの存在をご存知でございますか？恨めしく地上を眺めるマナコのごとき姿から、時の彼方より邪神が送り込んだのではと噂する者もございます。さらに世界の各地に出没しては人々を襲う黒い魔獣、これも邪神の先兵かと問う者も知らず、答える者も知れず、あるけき昔のおとぎ話が今この世に現れたものか、恐ろしくも面白い話でございましょう。そしてキャラバンは空を飛ぶこともできますぞ。えいドヒー、まことに便利な代物でございましょう。さて、What?
嬉しい嬉しい。そうね、いいわね。そうね。大丈夫？あ、よかった。気がついたのね。フォルクと薬草を積んでいたら、突然倒れてしまったのよ。大丈夫？頭を打ったりはしていないと思うけど。フォルクは使えそうな薬草を探しに行ってしまったわ。ううん、大丈夫よ。私が連れてくるから、ここで待っていて。気がついたのですね。今の悲鳴聞きましたか？きっとレーナです。心配です。探しに行きましょう。敵が現れましたね。僕は戦闘は苦手なのですが、仲間の回復は得意としています。さて
するかな。レーナです。虫に囲まれています。フォル君、助けて。早くレーナを助けましょう。助けて。さて、僕ですか。もちろん全力で回復しますよ。えい、別に怖くなんてないですよ。受けてごらん。助けてくれてありがとう。この辺りの敵はあまり人間を襲わないはずなのですが。ええ、何かがおかしいわ。森の動物が騒いでいるし、自然発生の魔力も弱いのよ。行きましょう。そうそう。
邪魔しないでほしいな。吹き飛んじゃえ。ってことだ。だ、ダルキソスの加護。そんな。そんな。怪我人の治療に備えて僕はここで準備を。そんなのダメダメ、許しません。フォルクも戦って。やれやれ、仕方がない。覚悟を決めましょう。
ない。力を合わせれば必ずできる。おお、こっちだ化け物。俺が相手をしてやるぞ。かかってこい。あと少しだ。合図をしたら皆で追い込んでくれ。そのまま崖下に突き落とす。おのれ、お前に頼みたいことがある。ここフォルカ村の東に祠があるのは知っているな。最深部に私のキャラバンを隠した。ここに持ってきてくれ。持ってこれたら全てを話そう。行きましょう。そんなのダメダメだわ。はあ、そうそう。さあ一緒に行きましょう。
と、元気かい？そうだね。わかったわ。そうだ、そうだな。そうだな。
ああ、
事かしら。もっと、もっと強く。おかしいな。何？どうかな。何です？はあ、もうダメダメね。なんてことだ。どうして？まだ戦いは終わっていない。ありがとう。礼などはいい。それよりも遠投次第で次は我々と戦うことになる。なる。私の名はソフィア。お、この祠で多数のゴブリンの目撃情報があり、調査をしているところだ。とにかくゴブリンどもの増え方、騒ぎ方が尋常ではない。不穏だな。いいだろう。よかった。もっと活躍できそう。侮辱の造夫、暗淡の獅子、飢え狂う我が眷属よ、深淵より馳せきたれ、どんなのけ。
ことです？冗談じゃありませんよ。そうかしら。そうね、頑張っていきましょう。いい戦いだったわ。パパに見せてやりたいね。さて、あ、ゆっくり。どうされました？あと、はい、なになに？これは失礼、申し遅れました。私はポルカと申します。おや、そちらは？え、ふむふむ、はあ、そして、なんと、あ、なんと、おお、はい、愉快ですな。いやはや、では次に。良いものになりましたな。ふむふむ、うん、久しぶりでしたが、大丈夫そうでございますね。さあ皆さん、急いで乗り込んでくださいませ。フォルカ村までひとっ飛びでございます。
よくやったな。レイナ君、フォルク君もありがとう。久しいな、ポルカ。相変わらず想像しいやつだ、ポルカ。これから先は助けてやってくれないか。ポルカの助けを得て王都バルメルへと向かうのだ。すでに引退してしまったが、私は昔バルメルに仕えた軍人だった。この黒い化け物の事件を報告し、援軍を要請するのだ。まずは国王に謁見を来い。難しければ軍師の職にあるラルフという若者を頼れ。私の名前を出せばおそらく会ってはくれるだろう。ポルカ、バルメルへ。なるほど、これは面倒になったな。聞いての通りだ。自分の足でバルメルを目指せ。魔法など、何よ。最新の医療と魔法が学べますからね。さて、おや。